見ただけで旅気分、日本の温泉。ご覧いただきましてありがとうございます。今回は伊豆の玄関口と言われている静岡県伊豆長岡にやってきました。伊豆長岡は沼津にほど近い中伊豆に位置します。静岡といえば富士山ですが、伊豆長岡には富士山の眺望が楽しめるお宿が多くあります。平成27年7月、明治日本の産業革命遺産が世界文化遺産に登録されました。伊豆長岡の韮山反射炉もそれらに含まれます。裏の茶畑から眺める富士山と反射炉の組み合わせは最も伊豆らしい眺めの一つなんだとか。春には桜が、秋にはもみじが美しいそうです。伊豆長岡には芸妓学校があります。日本で学校として認可されているのは京都とここ伊豆長岡だけなのだそう。伊豆長岡温泉は源泉が30本以上あるとされ、美肌の湯と言われています。今回は伊豆長岡温泉展望山にやってきました。2023年春リニューアルされた小庭付き源泉かけ流しのお部屋に滞在します。このチャンネルでは2名2食付き露天付き客室に実際に訪れ詳細レビューしております。料金もご提示しておりますので、皆様の今後の旅にお役立ていただけると嬉しいです。風に揺れる三島風鈴の音が涼しげに出迎えてくれています。チェックイン作業です。それでは、ご夕食ご朝食は2階の旬の坊でご用意をさせていただきます。ご夕食のお時間は6時ということでお伺いさせていただきましたので、お時間になりましたら2階にございます旬の坊にお伺いくださいませ。そして明日のご朝食もご夕食と同じ会場でバイキングもご用意をさせていただきます。バイキング会場でございますが、他の方々との、混雑、会場内での混雑を避けさせていただくためからご入場のお時間をこのように4つに分けさせていただいております。7時から30分おきに8時45分までご入場いただけますが、何時からのお食事にいたしましょうか。チェックアウトのお時間は当館11時でございますので、お時間に許す限りごゆっくりとどうぞお連れくださいませ。こちらは当館からのご案内でございます。こちらはご夕食にご用意できる追加料理のご案内でございます。いろいろとございますが、本日こちら17時夕方の5時までフロントでご注文を受けたまわれますので、お気に召していただいたものなどございましたらフロントにご注文ください。あとこちらは当館からのこちら施設のご案内でございますので、お部屋でどうぞご覧くださいませ。では私どもでですね、ただいまお部屋でお茶を差し上げておりません。その代わりに後ろにございます2階の、ラウンジでお使いいただきます、こちらのお停車券というドリンク券を差し上げております。こちらをお持ちいただきますと、本日夕方5時半までにお持ちいただきますと、お好きなお飲み物をサービスさせていただいておりますので、どうぞこちらご利用くださいませ。女性には色浴衣のサービスがあり、お好きな浴衣をチョイスします。こちらはお子様浴衣です。こちらからラウンジとなります。先ほどのチケットで17時半までウェルカムドリンクをいただきます。窓が大きくって開放感たっぷりです。どちらのお席に座りましょうか。青空がとても美しいです。明るくって爽やかな印象を受けませんか。早速ドリンクをいただきます。三島風鈴、入り口付近で爽やかな音色を聞かせてくれてましたよね。笑う角には福来たる、私も大好きな言葉の一つです。こちらは別注料理、ジェラートもあります。こちらは貸切風呂のご案内、後ほどご覧いただきます。こちらは伊豆パノラマパークのご案内です。こちらは展望さんのお庭を含めた見取り図、ちょっとした散策路があるようです。
こちらも後ほど一緒に行ってみましょうね。観光パンフレットが並んでいます。フロントは2階に位置します。まず大浴場に行ってみましょう。こちらは湯上がり所。まず男性大浴場。伊豆長岡温泉はかつて各旅館が源泉を所有していました。泉質保護を目的とした温泉集中管理組合を設立後、組合から各旅館に配当されています。現在30数本の源泉から温度60から70度の温泉が湧き出ているのだそう。バスタオルは豊富に用意されていて持参不要です。何度も利用するのでありがたいです。町のあちこちから湯気が出ている風景はありませんが、伊豆半島でも有数の温泉量を誇っています。内湯は40名様くらい入浴可能な広いお風呂です。内湯から露天風呂へも大きく開放されていて、風が通って爽やかです。こちらから露天風呂です。3種類の露天風呂が用意されています。抗菌作用に優れ、美肌にも効果があるとされる国産ヒバを使った浴槽です。壁一面には備長炭がびっしりと敷き詰められています。こちらは岩のお風呂です。こちらは3種類の露天風呂の中で一番広いお風呂です。温泉なのにバブルバスになっています。アルカリ性単純泉で無色無臭ですが、肌に優しく美肌や筋肉疲労、胃腸病などに効果があると言われています。天坊さんは設計当初から男女の大浴場を同じ大きさで建築されています。そのため男女の大浴場の入れ替えは行っておりません。広いお風呂、広い湯船でのんびりゆったりリラックスできますね。残念ながら富士山は見えませんが、男性女性の大浴場は伊豆の山々が見え、明るく開放感があります。こちらでも入り口にバスタオルがたくさん並んでいます。こちらから女性大浴場です。脱衣洗面室は明るく広々しています。伊豆長岡温泉は弱アルカリ性でナトリウム、カルシウムイオンを含んでいる良泉。その泉質を求め観光を兼ねて美容や健康を目的とした旅も多いのだとか。大きな扉が開放されているので風が通りとっても爽やかです。バブルバスの小さな泡がお風呂全体に行き渡っていました。こちらの岩のお風呂はぬるくってゆっくり浸かることができました。混み合うことはありませんでした。温泉付きのお部屋でしたが、時間ごとに何度も通ってしまいました。大満足、ゆっくりゆったり癒され時間を過ごすことができました。さてこちらは湯上がり所。冷たいお水が用意されています。自動販売機が設置されています。湯上がり所奥の扉は足湯スペースです。
夏のこの時期はちょっと日差しが気になりました。大浴場の脇にあるので足よりお風呂って感じでしょうか。こちらは夜間の様子です。大浴場入り口を左に進むと貸切温泉です。浮かれ雲、車椅子でのご利用が可能となるようリフトが設置されています。ポカポカの日差しが降り注いでいます。内湯はヒノキと伊豆石が使用されたお風呂です。露天風呂は信楽焼の陶器風呂です。貸切温泉は源泉かけ流しなので少し厚めです。いよいよ客室に移動します。今回滞在する新客室は4階です。青空と木々の緑、爽やかな景色です。2023年春、リニューアルされた客室です。まず最初に窓からの景色が気になりますよね。運動が貴重となったお部屋です。温泉も気になります。110×120 のお風呂です。入り口付近からお部屋レビューです。上がってすぐ左手、こちらはトイレです。自動開閉です。手洗いも完備されています。まずは畳敷きの部屋、すっきりしていてとても清潔感を感じます。富士山の頭だけ少し見えます。右手にベッドルーム、セミダブルのベッドが2台、頭上にはコンセント、調光スイッチ。ベッドルームから窓の方を見た感じです。スーッと風が入ってきます。脱衣場、クローゼット、そしてその奥が温泉半露天風呂へとつながります。半露天は雨でも安心です。こちらではお茶の用意があります。
こちらはウェルカムスイーツ。電話とティッシュ。パンフレット、テレビの番組表など。冷蔵庫は2台。飲み物がセットされた冷蔵庫。こちらは空の冷蔵庫です。私たちは裸足が大好きなので、畳からの床が気持ちよいです。ここから脱衣洗面室です。サイズ別の浴衣が用意されています。こちらは3枚と帯、羽織、クリーニングされたもので気持ちよく使用できます。人気のお宿でも帯や羽織が使い回し結構多いんですよ。金庫、シンクは一つです。こちらでもバスタオルは8枚。お部屋に温泉がついていてもバスタオルが1枚で、その他有料のところもあるので、心遣いが本当ありがたいです。ドライヤーはサロニア。ケア用品はポーラです。源泉かけ流しの温泉。好きな時に好きなだけ楽しめます。富士山はちょっとしか見えないので少し残念です。源泉が60度なので、ぬる湯の私には少し厚めでした。鍵は2本です。次は天坊さんのお庭の散策に行ってみましょう。自転車の貸し出しがあります。こちらから進みます。セミがいっぱいです。手入れをされている散策路では、季節により芝桜、紫陽花、秋にはもみじと違った楽しみ方ができるのだそう。日差しの強いこの時期も、風になびく木々を見ていると涼しげに感じます。夕食の時間です。レストラン前にはゲームコーナー、売店があります。自動販売機、紙タバコの販売機が並んでいます。こちらは売店。静岡の特産物、ウェルカムスイーツとしていただいたお菓子など、品数豊富に用意されています。洋服まで販売されていて、揃わないものはなさそうでした。
そろそろ時間なのでレストランに入ります。自分たちのスリッパをこちらのバッグにしまい、テーブルまで運びます。レストランは個室風に仕切られています。掘りごたつになっていて楽ちんですね。左手前の赤い器にございます、まず穴子寿司となっています。でその横、青いおちょこでございます。それはですね、純菜となっております。で一番上のガラスの器でございます、ヒスイナスですね、クラゲの酢の物、ウリビタシリフリとなっております。こちらトマトゴマ、トマトゴマと申します。中にですね、エビとチーズとアボカドが入っております。で黄色いおソースがですね、卵の黄身とお酢を使った黄身酢のおソースでございますので、ご主人お好きになりながらどうぞご賞味ください。でこの後でございますけども、お刺身をお出しいたします。で続いてこちらのお鍋のご準備をさせていただきますが、こちら金目鯛とお野菜のしゃぶしゃぶとなっております。具材は後ほどお持ちいたします。でその次がですね、こちらの選べるお料理となっておりまして、こちらでございますね、3種類素材がございます。牛肉とアワビとマダイがございます。でお肉とアワビはバター焼きとしてお出しいたしまして、タイは切り身を煮付けかムニエル風のバター焼きとしてお出しいたします。でお二方様別々で構いませんので、どうぞお品素材をお二つお決めしていただけますでしょうか。その後ですが、大物といたしまして、トマトの茶碗蒸しを出します。で最後にですね、デザートをお持ちいたします。でまたですね、こちらにお料理コーナーという欄があります。こちらが食べ放題のコーナーとなっております。私はお席を立たれますと、あちらにオープンキッチンがございまして、その手前の通路にお料理が並んでおります。向かって左側からご飯や味噌汁、そして煮付けやサラダがございまして、すべて食べ放題となっておりますので、まずお客様のお好きなタイミングでお召し上がりになってください。本日のお飲み物は何にしましょうか。こちらはハーフバイキングの品物です。こちらの和風ブイヤベースがとても美味しかったです。ハーフバイキングはそれぞれに仕切られていて、とても清潔でした。ご飯は炊き込みご飯と白米でした。ビール、柚子酒。本日のお作りでございます。赤身がマグロ、黄色いうつわがヤマトウリ、手前白身がマダイの金粉だけ、隣が伊勢海老のたたきでございます。人参と大根の朝顔がとっても可愛いですね。桜エビのご飯、魚宝濁り酒、こちらは金目鯛のしゃぶしゃぶ、アワビのステーキ、こちらはマダイ、トマトの茶碗蒸し、スイカとブドウ。ごちそうさまでした。恒例、天坊さんの夜のお顔を見てみましょう。セミがまだ頑張っています。
部屋に戻りました。部屋のお風呂は気兼ねなくとても良いです。ルームサービスで氷代をお願いしました。そろそろ休みます。おやすみなさい。おはようございます。こちらは4階からの景色です。朝食の時間です。スリッパは同じようにお席まで持って行きます。旅館の朝食はいつも楽しみです。朝食はバイキングです。お好きなものをお好きなだけ。スタッフの皆様がサポートしてくださるので清潔にお食事できました。こぼしてしまって困っているお子様にも迅速に対応されてました。手作りの食材が並んでいてとても満足できるお味でした。旅館の朝食はその土地の特産物など味わえるので楽しいですね。マグロの山かけ、カニのお味噌汁、朝はおかゆと白米でした。ごちそうさまでした。最後の温泉です。チェックアウトは11時。帰りの時間です。伊豆長岡温泉展望新客室いかがでしたでしょうか。今回は露天付き客室2名2食付き6万400円の旅でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。